FA-18E に搭載されたアン、アスクマ a s c 2 2 8スクマ ASC-228 は、冷オ音が開発した、発達型前方監視赤外線ポット。後方用ポットと、目標指示ポットの機能を統合化したポットとなっている。本機は、ポット式の後方及び目標指示装置で、内部には、後方前方監視赤外線、レーザースポット追跡装置。 電子工学センサーユニットが収納されている。幅広い脅威の識別機能、スタンドオフ距離からのピンポイント精度及び、リアルタイム評価能力、最大高度約1524メートル、斜め距離約48キロメートルからのレーザー、目標指示能力、従来以上の高画質電子工学及び、赤外線画像提供能力等の特徴を有しており、今後、 レーザーマーカー機能負荷、電子機器の一体化、センサー融合機能の追加、自動目標識別機能付与、電子光学カメラ及び LST の改良、探知距離の延伸などの機能強化が行われる予定である。ありがとうございます。